今日はルームツアーをしたいと思います。初めてかな。写真は撮るけどね、動画は初めてです。ここがリビングです。このソファーはニトリです。ニトリなんだけど、まあ、ネットで頼みました。この家にあるもの全部ネットで買ってます。まあ、ほとんどネットだね。で、これが何かっていうと、ここを開けるとマッサージ、フットマッサージです。疲れた時にこれで足をマッサージしてます。で、蓋を閉めるとホットマンになるし、なったり、あとテーブル代わりにも使えます。で、これキャビネット、あとこれね、このスタンドがお気に入りです。スタンドお気に入りとね、この部屋はシャンデリアなので、シャンデリアだけだと夜暗いんだよね。なのでこういうスタンドとか間接照明がない、まあないと夜暗くなっちゃうので、夜になるとこのスタンドをつけます。で、ここキャビネット、このキャビネットの中は CD とか DVD が入ってます。で、その上には、プリンターとファックス、布をかけて隠してます。で、これがテレビも、まあ、お客さんが来た時なんかはこうやって布をかけて隠してます。で、これテレビ台、このテレビ台と、あとこのチェストはこれね、3つ同じシリーズなんだけど、これもニトリで買いました。ニトリのネット限定みたいです。店舗には置いてなくて、ネット限定の商品みたいです。で、このね、チェストの上にはキャンドルとか、このフェイクの花とか、あとこれなんだったっけ、名前忘れちゃった、流行ったよね。で、友達からもらいました、プレゼントです。で、このライトも綺麗、これも夜になると大活躍してくれます。あとこのね、ゴールドのフレームもとても気に入ってます。で、やっぱなんと言ってもこの景色、この景色がね、最高。このね、リビングからこの緑がよく見える。で、いつもね、このよいしょ、いつもソファーに座って、まあ、ソファーからもこんな景色が見れるのでとっても癒されます。癒される。ここはね、2階、マンション2階なんだけど、これ2階、まあ、2階と言ってもちょっと高いところに立ってるから、まあ、実際はそう、結構高いところには立ってるんだよね。でもやっぱこの視線の高さに緑があるのっていいよね。で、このマンションは14階建てなんだけど、やっぱ上の方に行っちゃうと多分この緑は見えなくてね。まあ、ベランダに出れば景色はいいかもしれないんだけど、部屋からの景色がね、多分空だけになっちゃうと思うんだよね。まあ、それよりは
私はこの家にいながら緑が見れるこの景色がとってもお気に入りです。でね、ベランダにこんなテーブルと椅子も置いたりしてます。ちなみにこのベランダにある緑はフェイクです。もう私ベランダに植物を置くのをやめました。昔は置いてたんだけどね、もう家にあるもの全部フェイクです。まあ最近のフェイクグリーンとってもよくできてるので全然わかんないぐらいね、とても綺麗です。で、まあ、ここも私のお気に入りの場所、あれこれなんて言うんだっけ、名前忘れちゃった、また名前忘れちゃったんだけど、この暖炉の偽物みたいなやつ、これもとってもお気に入りで、まあ、ここにねいろいろアクセサリー置いたり香水置いたり、やっぱマリア様がいて、でこのリースでイエス様で、まあここ、これねホテルの、あ、奥にシャネルもあるけど、これホテルの香り、私そのホテルって高級ホテルに行くといろんなホテルの香りっていうのがあるんだけど、その香りを集めるのが好きで、これがシャングリラホテル、東京駅にあるねシャングリラホテルで、これがインターコンチネンタルホテル、まあ、この間4月泊まってきたけどインターコンチネンタルホテルでしょ。で、まあ、これはコンラットかな、そう、これコンラットの香りで、これリッツカールトン、もうなくなっちゃったから、あの今月リッツカールトン泊まりに行くので、その時にまた買ってこようと思います。リッツカールトンの香りもね結構好き、大好きです。買ってこようと思います。で、これは何だろう、こんなのが入ってた。で、ここがとってもお気に入りで、あと、まあ、ここがダイニングです。まあダイニングとは言っても、もう家族4人でご飯食べるってことがほとんどないので、まあここ私の書斎みたいな、私の、仕事スペースになってます。で、あ、昨日ね、義理の母のところに行って、できたので、このねお庭に咲いてたのをこのユリすんごい綺麗もらってきました、お庭からもらってきました、すごい綺麗だね、癒されます、ユリ大好き。白いユリはねマリア様のお花なのでユリがとっても大好きなんだけど、このオレンジもとっても綺麗です。まあ元気が出るかな、癒されるっていうよりはね元気が出ます。で、ここが普段私の仕事スペース、まあ仕事スペースで、ここ祭壇なんだけど、私マリア様とイエス様は大好きで、で、まあ普段からマリア様イエス様にサポートをお願いしていて、でヒーリングもマリア様とかねイエス様のエネルギーを使ってヒーリングをしてます。あと竜も好き、竜神様もサポートしてくれているので、これね日光に行った時に、ね、なんだっけ、また名前忘れちゃったけど、日光のお寺行った時にこの竜買いました。すぐ忘れちゃうね。あとこれね、これが私の夢のコラージュ、これ去年作ったんだけど、やっぱこのパ
パワーすごいので、この夢のコラージュのおかげでまたね、去年は年商3000万達成して、で今年も毎月ホテルに、ホテルのスイートルームに泊まれたり、多分今年はまた年商、最高年商を更新しそうです。で、まあ、ここイエス様がいます。あとこれはね、いろんなやっぱり竜のお守り、箱根神社とか、あ、これ江ノ島か、江ノ島神社とか、これが浅草寺かな、あー、これ伏せ弁天だ、うちのね近くにある千葉県なんだけど、伏せ弁天で買いました。あとね、ここおみくじいっぱいあるんだけど、私ほとんどおみくじ大吉、大吉のおみくじがいっぱいあります。ここにいっぱい置いてあって、で、まあ、いろんなねパワーストーンがあったり、あと天使もいたり、あとマリア様、マリア様もここにいっぱいいます。マリア様ね、ここにもいろいろマリア様がいて、天使もいて、で、まあ、この黒猫ちゃんも金運アップの猫ちゃんです。で、この子はね、私が支援しているケニアの女の子。今2人の女の子はね、チャイルドスポンサーで支援してます。で、1人の子が写真やっちゃったから、2人の女の子も支援をしてます。ベランダに出たいと思います。ベランダからの景色、ベランダからの景色、ベランダからの景色、風が気持ちいいです。ウグイスが鳴いてる。この景色に毎日癒されてます。夜になったので間接照明をつけたところも撮ってみました。シャンデリアだけだとちょっとね部屋が暗くなっちゃうので、このね間接照明を夜はつけてます。このスタンドと、あとはミニスタンドでね、ここがすごいいい雰囲気出てるよね。ここの空間もとっても好きです。お気に入りの空間です。で、こっちがダイニング、ここもシャンデリアなので、スタンド、ミニスタンドをここに置いてつけています。ミニスタンドを夜は
で過ごしています。で、まあ、ここがね、私の仕事用のテーブルです。そう、今日はね、片付けたから綺麗だけど、普段はパソコンが置いてあったり、いろんな書類が置いてあったりします。で、まあ、こんな景色を見ながら毎日仕事をしてます。そう、こんな景色です。癒されます。お家大好き。だからステイホームになっても全然飽きないです。で、毎月1回ホテルにも泊まって、自分の好きなものに毎日囲まれて生活してます。お気に入りのお部屋の紹介でした。それでは。